こんにちは、ナースケです。ということで、今回はなんとですね、この新しい背景とこの新しいソファーと、もうついにお待ちかねという感じでですね、僕の新しい新生活がスタートするんじゃないかというね、そんな感じで、まあ今動画撮っておりますけれども、なんとですね、いつ買ったのソファーとか、いつ引っ越したの、そんなあんな荷物が多いのにいつ引っ越したのって、いつ引っ越したなんとですね、ごめんなさい、最初に言うと、ちょっとごめんなさい、みんなさんにちょっと見ていただきたいっていう願望が強すぎて、まあ、引っ越したっていうね、ちょっと嘘をついてしまったという、まあ僕なりの、まあ新しいジョークというか、まあ新しい形の冗談をお送りしたわけなんですけれども、そこまで責めないでくださいっていうことを最初に言っておきたいです。はい、ということでですね、なんと今日はですね、ある方のお家にお邪魔してるんですけれども、でもなんか先週見たよこの場所って思うかもしれないんですけれども、なんと今回はカップル YouTuber のよわよわチャンネルさんのお家にお邪魔させていただいております。ということで、来ていただいてもよろしいですか。あれあれこのやつやばい、本当に来てくれてすごいかもしれない。弱弱何回言い直すの。ドゥーンということで、まあ、先週ちょっとヤバいカップルがいるという動画を出させていただいたんですけれども、なんとですね、もともとめちゃくちゃマッチョだったんですよ。ともともと過去形もともとってやめてよ、なんかちょっとスタルやん今が、ちょっとやめてそれ。マッチョやったんですよ。なんも嬉しくないよ。ごめんなさいごめんなさい。あとはもうめっちゃスタイルのいい若菜さんというこの二人の美男美女カップルなんですよ。なんですけれども、やっぱり若菜さんが、まあ、めっちゃトレーニングやっているわけではないと、がっつりトレーニングやっていたと。僕はこのカップルがどう両立して生活してるのかって気になったんですよ。ああ、なるほどなるほど、はい、確かに確かに。ということで、すごい気になったんです、お家の中が。ということで、これからルームツアーをしていきたいなと思っております。大丈夫ですか。全然大丈夫じゃない、ね、大丈夫じゃないな。大丈夫じゃないけど大丈夫そう。じゃあ無理やり行きましょう。それではルームツアーに行きましょう。ということで、ルームツアーが始まったんですけれども、はい、まあなんかちょっと慌ただしい感じになっておりますが、隠すもないっすよ。いつもチャンネルの撮影場所ですか。ここが基本背景になってるから。あれ、こんなところにあれお酒がたくさんある。若菜さんが飲むんですか。2人でゲームとか時々、はい、あ、いいっすね。トランプゲームしながら飲み、トランプゲームするんですか。今度やってほしいな。やってほしい。ちょっと今度やりましょう。ちょっと今度やりましょう。今度ガチでやろう。え、怖い怖い怖い。ということで、ここは酒ヤクザの部屋ということで、こちらに行きましょう。こちらがさっきの撮影部屋と、こっちが寝室になるんですか。寝室兼、用の編集場所かな。こっちに編集場所があって、これマックっすよ。ここにもマックあるっていう。そんな言う。やめてください。お、待って、こんなところにまたお酒がある。これは、はい、まあ、本当にこの編集しながら、まあ、喉乾いた時に、はい、まあこう、飲みながら。ちょっと待って、筋トレ男子って聞いてたのにお酒めっちゃあるんですけど。大丈夫なんですかね。大丈夫じゃないか。やばいですよね。これがお二人のベッドということで、なんかところだけやたら汚れてるけん。見てたら意味わかんない。きったね。決まんねえんですよ。やばくないですか。いやー、やめてー。筋トレ男子のベッドということで。でもこれ狭くないですか。やっぱごついじゃないですか。できればもっと広いの欲しいけど、はい、私たちはまだミニなんで。ということで、また違う部屋に移動していきましょう。はい。今度はこっちは何部屋になるんですか。キッティン。じゃあキッティンですか。キッティンですね、キッティン。うお、ちょっと見ていいですか。どうぞどうぞ。全然どうぞどうぞ。うわコンロが3つある。あるわ。コンロいや、あるわ。わ、やっぱありましたよ、この筋トレ男子特有の入れ物。これを見るだけで、あ、筋トレ男子がここら辺に接続してると思う。ありましたね。いましたね、言うとる。まあ、いろいろと調味料があって、うん、生活感結構ありますね。あ、めっちゃある。めっちゃあるですね。いや、でも取りやすい、いいですもんね。まあまあまあ、あとはここにレンジ、僕ん家もあるんですけど、あ、この配置はもしかして僕ん家と同じ配置だ。普通こうやない。普通こうと思うんだけど。この冷蔵庫とレンジがあるということで、冷蔵庫チェックしてもいいんですか。全然いいですよ。いいですよ。え、怖っ。筋トレやってるからにはやっぱ冷蔵庫の中が気になるということで。メイクってね、やっぱ失格だよね。キムチの匂いがする大好きな鮭。素朴。これ取り合いになりそうだな。上がでも基本俺で、はい、若菜がこの引き出し。あ、これが若菜さんですね。わ、なんだこれは。サムギョプサルとかにつけるなんか甘味噌タイプ。へえ、あー、わかった。筋トレ男子の時はこうやって分ければいいんですね。そうです、上と下と。分かりやすいじゃないですか。はいはいはい。そこなんか
あ、これ、あの、座薬って言ってケツの巣にぶっ込む。ねえ、ちょっと、これケツ…手、触っちゃいましたよ。ちょっと洗っときますか。本気で洗っとけ。こっちが玄関ですよね。玄関が広い。やっぱ僕ん家よりも下箱もある。それで広かったらナスケ君ちどんなんなの逆に。やっぱり二人生活すると靴もごちゃごちゃになりそうですもんね。ごちゃごちゃになります、ね、ごちゃごちゃになる。なるほど、これがカップル YouTuber の生態。そしてここにインターホンがあって、はいはい、こっちトイレですか。トイレです。はい、トイレです。いいですか、入っても。どうぞどうぞ。トイレを見せられるってなかなか。オープン。おお、あ、なんかある、なんかある。アップすな、アップすな。弱々しか勝たん。おい、言うな言うな、口頭で。心の中で読め読め。俺たちなら言われるか。これは激アツですね。ということで、トイレは以上になります。楽しいですね。え、こっちも部屋あるんですか。こっちもあるんですよね。なに、部屋が多すぎる。ここは、ここが、なるほど、風呂場に手洗いますね。すごい。僕ん家は洗面所がお風呂の中にあるので。あー、なるほどなるほど。はい、羨ましいですね。何件やったんだよ。あ、いいなぁ、歯ブラシを2つ。あ、まあ、この辺ちょっと汚いけど、ちょっと。あ、わかりました。モザイクしてください。はい、で、まあ今こんな感じで撮ってます。まあいろいろと、多分これは若菜さんのいろいろな保湿系ですかね。若菜がこっちで、俺が下みたいな、はい、オリジナルルールは。ヨウさんにしてはちょっと可愛らしいですね。やめて、毛穴見られちゃう、恥ずかしい。こんないかつい顔してるのに、こんな可愛いもの。これは意外ですね。お風呂も見ていいんですか。いいっすよ、うわ、マジで汚いな。あー、覚悟してください。全モザ、全モザで。これ、いきます。あ、綺麗。もうここに置いて。そうですね。あ、こんな感じなんだ。ここにお掃除系があって。僕ん家のお風呂が本当にもうめちゃくちゃ古いんですよ。バランス釜ってわかりますか。いや、わからんわ。え、わかんない。ちょ、ここら辺に画像出しておくんですけど、はい、取れるんですよ、お風呂が。取れる。もう運べるようなお風呂なんですよ。こんな、やっぱお風呂に憧れるんですよ。もうちょっと後で画像見せますね。トトロみたいな感じですか。あ、もうトトロ、ガチトトロっす。俺、トトロ上級者が。トトロ上級者、俺より上がおった。あれ、上には上がいる。トトロ上級者って言われてしまった。結構でも僕は羨ましいです。え、マジっすか。嬉しい。でも引っ越したいんですよね。本当ですか。僕が次引っ越すとしたら、もうこのグレートだったらめっちゃ大喜びです。えぇー、ここここここ、ここに本当だったよ。何、あ、こんなところにマイプロテインが。状態がたくさんある、すごい。まあ全部なくなるのに約8年ということで、これで今回のルームツアーが以上になります。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、またお邪魔させてください。いやいや、はい、もう大丈夫です。今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。